北ドイツ福音ルター派教会は、北ドイツの福音主義宗教会である。ノルト教会とも呼ばれる。ノルトエルビエン福音ルター派教会、メクレンブルク福音ルター派宗教会、ポンメルン福音主義教会の統合によって2012年5月27日に、設立された。2006年10月、ポンメルン宗教会総会は、長時間に及んだ、討議の後、 メクレンブルク州教会との統合を、ベルリン・ブランデンブルクシュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主義教会との連携を試みることを明らかにした。2007年2月に、ノルト・エルビエン福音ルター派協会がメクレンブルクとポンメルンの州教会に、ノルト教会設立に関する会談を提案した。2007年3月17日、ポンメルン州教会は、 ノルト・エルビエン・福音ルター派協会との別の形態を調べることを表明した。2007年3月31日、メクレンブルク州協会が、プラウ AMC において、ポンメルン州協会と同様に、北部協会設立に関する協議に加わることを表明した。2007年6月14日、リューベックにおいて、協会統合を進める3協会合同の文化会が、 統合検討協議会を開始した。2007年11月26日、シュベリーンにおいて、宗教会統合に関する協議が開始された。2008年4月28日、ラッツェブルクにおける会議の後、宗教会指導部は、ノルト教会監督と、教会事務局をリューベックに置くことを公表した。2009年2月5日、3つの宗教会の代表者によって、 統合協定が、ラッツェブルク大聖堂で署名された。2009年3月28日、ラッツェブルクと、プラウアム税、ツユス王において、同時開催された3つの宗教会総会が、統合協定に賛成した。ラッツェブルクにおける、ノルトエルビエン福音ルター派協会総会は128人中102人の、賛成を得た。ツユス王における、 コンメルン福音主義教会総会は58人中44人の賛成。プラウアム勢におけるメクレンブルク福音ルター派宗教会総会は56人中39人の賛成を得た。統合協定締結後、3宗教会の連合体が教会規則を作成し、決定することになる。その連合体は広報上の社団である。さらに合同した。 州教会執行部と教会規則を制定する総会を形成することになる。2010年10月31日に、その総会は統合に関する討議を行うことになっている。2009年5月26日、北ドイツ福音ルター派協会設立を担う協議会がハンブルクで開催され、2012年1月1日とされていた。 教会統合予定日を2012年5月27日に変更することを決定した。新教会設立を教会の重要祝日と結びつけるためにこの日が選ばれたのである。3つの宗教会のメンバーたちは関係を持つためにテーマを掲げた学習会と交流会を開催することになっている。さらに、進学、教会規則、教会財政、執行体制、 業務及び拠点移動に関するテーマを持った10の作業グループが作られる。その執行部の議長は、ゲルハルト・ウルリヒであり、ハンス・イルゲン・アプローマイトが第一副議長、アンドレアス・ファン・マルャーンが第二副議長に選出された。2010年9月17日と18日に開催されたルートビヒスルストでの教会指導部の討議において、 教権制定総会に向けた提案が作成された。さらに教会指導部は、ノルト福音主義教会という名称を提示した。なおその時点で、北ドイツ福音ルター派教会という名称も言及されていた。当時の教権総案には129の条項があり、思考規則も協議された。州教会監督。 ゲルハルト・ウルリヒ2010年10月29日から31日まで第1回協権制定総会がトラフェミュンレで,で開催された。そこで協権草案に関する最初の討議が行われた。協権第1次案を多数決で承認した。総会での激しい議論の後、総会大議員たちは北ドイツ福音、ルターハ協会という名称も多数決で決定した。 その後、2011年夏までに、教会指導部と諸集団において、教権に対する承認を得るために準備を開始することになった。計画通り、2012年の政令降臨日に、この統合が実施され、ドイツ福音主義教会内において5番目の規模を持つ、宗教会が設立された。全体教会の教権は、神学的、教会法的原則を決定している。 教権には、基本条項、教会共同体、宗教会、職務、働き、財政規則、権利保護の定義づけがなされている。2012年1月7日、北ドイツ福音ルター派教会は教権を制定した。教権全文にはルター派教会の1530年のアウクスブルク告白、アウクスブルク信興告白アウクスブルク信興告白弁償、シュマルカル伝ン項、 ルターの小距離問答、大距離問答、和教信条を信仰告白として規定している。さらに、北ドイツ福音ルター派教会は、イエス・キリストによる福音を告白する際に、古代教会とルター派教会の信仰告白とともに、バルメン宣言にも従うことを表明している。キリスト教会は信仰確立と、協議確立の歴史を有している。新しい教会は、 三階層で構成される。それは、宗教会、教会地区、教会共同体である。宗教会は、その各階層で、広報人上の社団の資格を有する。宗教会は、運営に関する規定、財政規定、及び法人定款規定に基づく規則を持つ。宗教会監督の在住地はシュベリーンであり、 宗教会事務局の所在地はキールになる。この統合される教会は、宗教会という最上階層において、共に責任を担う、総会、宗教会執行部、教区に置かれる、宗教会監督によって運営される。教区に置かれる監督は、シュレースビヒ、ハンブルク、グライフスバルトに所在地を持つ。従来のメクレンブルク福音ルター派宗教会の管轄地域において、 メクレンブルク教会地区が以前あった権限を継承して設立される。従来のポンメルン福音主義教会の管轄地域において、ポンメルン教会地区が以前あった権限を継承して設立される。聖ニコライ大聖堂宗教会監督、ゲルハルト・ウルリヒのもとで、宗教会の管轄地域として3つの教区、メクレンブルク・ポンメルン教区、 ハンブルクリューベック教区、シュレースビヒホルシュタイン教区に分けられる。それぞれの教区には監督と呼ばれる指導的聖職者が存在している。宗教会教、県の規定とは異なって、メクレンブルク・ポンメルン教区は2015年現在まだ二人の監督がいる。通例、教会地区は一人の地区長によって管轄されている。規模の大きな教会地区において、 特例として、教区監督と、州教会事務局の許可を得て、複数の地区長によって、教会地区は管轄される。聖ミハエル教会聖ペトリ大聖堂北ドイツ福音ルター派教会は、ドイツ福音主義教会、ドイツ合同福音ルター派教会に加盟する。同時に、エキュメニカル教会評議会、ルター派世界連盟。 欧州協会協議会と欧州福音主義協会連合にも加盟する。ポンメルン福音主義協会はこれまで福音主義合同協会へ加盟してきた。北ドイツ福音ルター派協会設立後も、ポンメルン教区だけは福音主義合同協会に加盟し続けることを求めたが、福音主義合同協会はこの部分加盟案を拒否した。 同時に、ドイツ合同福音ルター派協会も重複加盟は認められないとする見解を示していた。そのため、福音主義合同協会への加盟は断念し、北ドイツ福音ルター派協会全体が、福音主義合同協会の客員協会になることに落ち着いた。ポンネルン協会がルター派の新興告白だけを持ち、ルター派世界連盟にも属している状況から、 この決定が行われている。ドイツ合同福音ルター派教会の教会規則が、北ドイツ福音ルター派教会全体に適用される。礼拝における、各地方の伝統は、礼拝式文において許容される。この統合される教会は、ハンブルク、メクレンブルクイコールフォアポンメルニ州、シュレースビヒホルシュタイン州政府所在地に常駐する、神学的、 あるいは法的に十分な見識を持つ、教会代理人を選ぶ。三つの宗教会は、全業務を、北ドイツ福音ルター派教会に移し、一つの宗教会に統合される。ありがとうございます。